こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。もう今日も気軽に聞いてください。ほら、今日も景色の綺麗なところ来てます。今日はね、商談審査に 100% です落っこちる考え方、物の考え方の話をします。商談審査ってやっぱりね、我々一般の剣道愛好家にはとてもとても励みになるものなんですけども、 100% 落っこちちゃう人はこういう物の考え方しているんじゃないでしょうか。こんな事件こんな出来事がありました。ある、まあ、男性の方がね、結構年配の方なんですけども、なかなか6段審査、全国審査に、通りません。それこそ、まあ、何年も前の話なんですけども、まあ、10年か もっとなってるかもしれないです。なかなか合格しないんです。でその年もまた落ちてね、帰ってきてこんな話をされてました。もう腹立つわと、また落ちたわと、もうこれまでね、旅費とか宿泊費とか考えたら、もうどれだけ使ったか分かんないと、もう腹立つと、もう全県連、全日本剣道連盟、火つけて燃やしたろかって言ってたんです。それもちろん冗談ですよ、冗談でね。その落っこちた恥ずかしさも含めてこうさらっと言ってたんですけども、その全県連火つけて燃やしたろかって聞いた時に、おお、ちょっとこれはなかなかだなと思っちゃったんです。要するにですね、これしばらく経ってから分かったんですけども、なんでそういう言葉が出たかっていうと、もうもちろん真剣に言ったんじゃないですよ、本当燃やしたわけじゃないからね、本当に、まあ、気軽な聞いてほしいんですけど、なんでそういう言葉が出ちゃったかっていうと、要するに悪いのは私じゃないってことなんですよ。悪いのは審査ちゃんとできなかった全県連、先生方が悪いんだ、まあ、そういう考えから思わずそういう、言葉が出たんだと思うんですよね。私の剣道は悪くない、私は一生懸命稽古していると、そういう考えだと思うんですよ。これが多分落っこちる人のものの考え方なんですよ。で一方ね、これ今覚えましたね、落っこちる人のものの考え方。そして一方、審査員の先生ってどういうものの見方をしてるかっていうと、これはもうずっと前のある先生のブログになるんですけども、まあ、言っちゃうと、僕の大好きな、元岩手大学の、剣道部師範の浅見豊先生、もう間違いなく僕の剣道人生を変えて、いただいた先生の一人です。その先生がね、もう昔々のブログでこのように書かれてました。まあ、6段と7段審査の違いはあるんですけども、こういうふうにちょっと聞いてください。さてこの日の7段審査の受審者数は1503名、結果合格率は 6.8%。 昔は結構厳しかったんですね。厳しいと思うでしょ。はいはい、思います。確かに数値からすればそうだけど、合格に値する受験生が少なすぎるのっていうふうに書かれてるんです。続けますね。巷では良い面打ち1本さえ当たれば合格できるなんて思われてるかもしれませんが、ちょっと思ってました僕。そんな単純なものではありません。実際に審査員の目から見て、自力があるから打てた、自力がないけど当たった、この違いは先生方には分かりますからねって書いてるんです。それがどうして分かるかっていうと、構えた状態でその先生がその受審者の方と稽古のお相手をしている場面として審査を見るからってことなんですよね。まあこういうことなんですよ。要するに、審査員の先生方の目から見ると、その受審者数のレベルが全然達してないと。どうですか、この2つ、落っこちる人のものの考え、審査員の先生方のものの考え、すごいこの深い谷間がないですか。全然違うでしょ。だから今一度自分を見直して、素直になる気持ちが大切だってことなんですよね。でも、まあ、僕は、まあ、全然生意気言って申し訳ないです。本当にもう言う立場にはないんですけども、まあ、かというとね、それはあくまで一先生の意見じゃないのって、思われるかもしれないです。じゃあちょっと話もう少し書いてるんで続けますね。その先生がね、審査終わって駅まで向かうタクシーの中、半紙の先生お二人と3人での会話です。聞いてください。7段審査に関しての会話です。7段というのは単に8段の前の段ではない、7段は最高の段位なんです。8段あれは特別です。だから剣道修行者としては7段は最高の力量を持ってなくてはならない、最高のところまでにレベルを上げる稽古をしてこなければならないはず。それを受審者は分かっていないと。いつもと同じ稽古をして時期が来たから受審する、そんな心がけではダメ、受審者のレベルが低すぎますと
こういうお話をされてたそうです。もう僕も本当に身が引き締まる思いなんですけども、審査員の先生方っていうのはやっぱりそういうね、本当に公平な目で、見られてるんだなっていうことでした。この谷間じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。ちょっと大人向けの話でしたね。